私もね、やっぱり今回ね、核サミットでオバマ大統領のね、存在感っていうのはめちゃくちゃ薄いなって感じがしましたね。相変わらず口まあではでペもラペね、ラそね、れは言ってね、るけども。まあ、いろんな見方があるわけよ。私はね、別にオバマをね、支援してるとかなんとかいうより、そうは言ってもアメリカやっぱり強いからね、そこでね、安倍さんがね、それじゃあ、米国売買なんてことは絶対やってほしくない。それはできないですよ。今だから逆に、今私もちょっと木曜日の放送でも言ったんですけど、恭順の意を示して、もうベタベタして、オバマさん、私はあなたのに反抗しませんよみたいな形のね、今逆にやってますよ、潰そうとしてされてるから。そうとし、あの、オバマやってますからね、今、米内韓、外中がや閣を。る、それぞれの形でやろうとしてたんだから、それはもう、それさせちゃいけないし、そうですじゃあよ。共和党になったからって言ったってね、ひっくり返ってね、日本をね、助けてくれるから、そんなもんじゃないよ。全伊藤くそうで寛す。さんがおっしゃってたのは、全くその通り、よくそう言ったらって、私だから黙ってるんだけどね、そういう話って。でもそうですよ、私たちはね、今言ったように、日本のね、戦後保守の人たちはね、オバマがダメで、共和党になればもっとアそうメリよ、カ、あ日ん米な関係単良くなる純なんなてこさ、と言ってこれはね、全然嘘ですよ。もう、だから私も、何言ってんだと思って、だからね、アメリカからね、怒られたりね、軽蔑されてもね、それはね、日本人自身が悪いっていうこともね、反省すべきだと思うな。だから主体的なね、今、政治勢力が、作られてないし、それともう一つは、やっぱり、日本のね、ポテンシャルですね、これやっぱり欧米というのは、やっぱり相当、世界観も違うし、まあ、そう人ね。間観違うんで、これがね、恐れてると思いますね。ね、なぜ核もう、兵器を持たせないかって言ったら、それだと思いますよ。特有のね、いい意味のね、日本文化っていうのがね、ずっとこれ続いてきたから、そうです戦ね。後10年以内にね、世界第二の経済大国になったりしたらさ、やっぱ怖いのよ。怖いでしょうね。そういう意味での、今、それの戦後レジーム脱却派って言われてた安倍さんに対する内閣打倒運動がね、やっぱりね。米中韓、これ全部みんな、まあそれよりも揃って今ね、でもやっそてれまをすからね、ね。上手にやっぱりね、そうなんでそすこをね。ね、うまくね、逃げ切るのが安倍さんの手腕だと思うよ。おっしゃる通りで、だと思やいっまてすほね。しい、私は。それをお手伝いする、それをね、逆に打倒まで行っちゃってね、もっと悪くさせようとしてる、いわゆる自称保守がいるから困るんですね。まあね、わかんないんだ。わかんないと思います。痛い目に遭わなきゃ。安倍さんはもうダメだから、もうね、次のやつがいるって、そういうふうに言ってるもう人いね、るわけで悪いすけよ。どね、安倍さんをね、潰しちゃったら日本終わりよ、はっきり言うけど。いや、終わりなんです。だから、潰れる前までに新政治勢力作らなきゃいけないっていうね、そのためには時間が必要なんですよ。時間も必要だしね、やっぱり若い人を育ててね、本気の人をね、作り上げるっていうことではね、時間かかるの。いや、そうなんですよ。だから、田母神さんにね、今度立ってもらったのも、これは木曜日にも言ったんですけど、そういうことなんですね。新政治勢力作るためには、安倍さんが、そのね、なんていうか、少なくとも何年間、選挙までの、ね、じ間をゃあ、持ってもらわなきゃいけ67年ないんやっでてほすしいよ。わよね。